どうだい具合は。毎日あのおいまだか。そろそろす。時間には正確なはずですからね。毎日ご苦労様です。いいえ、ありがとうございます。安心してください。なっか下がってください。レイコさん自分でやってきます。なんでせっかくの親切を。よーよー、例の件どうなったよ。し、不調さんに聞こえちゃうでしょ。じゃあオッケーよ。よっしゃー。あ、一歩くんも連れてきてね。こっちは4人、念のためそちらの頭数なんですけど。じゃ、そろそろ行かないと。よろしくお願いしますね。水星のペンでよかったよ。あ、まだダメージが残ってる。大丈夫ですか。あ、パン屋の、その忘れちゃいましたか。いえ、その真柴さんの妹さんですよね。の試合見てるもの。窓の内。あ、でもあれから兄さん。そうですか。あ、そうだ、真柴さんの A 級トーナメントどうなりました。優勝したんですね。うわー、さすがだな。いや、嬉しいです。どう。はい、本当はこっちの方が痛くてずっと気になってたから。僕のこと気にしてたって。でもひょっとして幕の内さん。はい。なんだ、そういうことか。お待たせしました。おい、来たか。せーぞタコ。今日は俺が幹事だ。みんなもうすぐ来るからよ。え、ごめん一歩くん。どうしたの。出汁に使われたわけですね。出汁？お前は財布だ。は？逃がさん。やだよ。いや、なんでもねえ。ん？いや、すいません。あ、いや、あ、さ、行きましょう行きましょう。残念だな。あ、おめえのがでかいから悪いんだ、おめえのが。よくやった。ここは公平にゲームで決めようじゃねえか。いいですか、男子諸君。それ、冗談じゃねえ。俺は乗らねえぞ。高村さんらしくないな。邪道だ。何が公平だ。野郎のボーリングの腕は半端じゃねえんだよ。ノーミスの青ちゃん。お前もしっかりやれな。お前のアベレージは。やったことないんですよ。やった。まあ、ざっとこんなもんすよ。幕の内さん、頑張ってください。いや、まだ。しゃ、このゲームの結果次第で天国か地獄か決定するんだからな。次行きます。2位は譲れねえな。あ、はいはい、おめでとう。マジかよ。マグロに決まってんだろ。ご連続バカな。のどかな面しやがって。てめえの一投で俺たちの地獄行きが決まる。マクドーチさん、最後ですよ。天国か地獄か。プレッシャーに負けやがった。こっちだ。レイコさんか。ダメだ、この後来ますか。じゃあ俺たちはここで。おう、ちゃんと送ってけよ。決めるって。じゃあそういうことで。あ、退屈だろうな。なんか話さなくちゃ。あ、そうですか。そう、あ、それじゃあ何にもなかった。こんなもんさ。よかったら寄っていきませんか。え、寄っていくって。久しぶりに会っていってください。兄さんを忘れてた。どうぞ、飾ってあるんですよ。え、おはよう一歩くん。そうですか。あれ、兄さんまだ帰ってないのか。待てよ、ということは。え、あ、19歳です。それにしてもビシッと決めろったって。もしかして。あ、いや、そんなんじゃないです。あ、なんちゃって。ほら、やっぱ怖がってないですって。楽しみではあるけど。なんて、すいません、申し訳ありません。お兄ちゃんのこと待ってたのよ。そうは見えなかったぞ。ああ、びっくりした。今日はもう帰って寝よう。あ、どうも。なんだそりゃ、話くらいと思ったのによ。俺は取るぜ、てめえも。あ、じゃあな。え、よかったですね。し、声がでかい。すみません。いい人だよな、レイコさんって。お前どうだったんだよ。え、あ、
そのというわけでして疲れた面しやがって。高村さんの方はどうだったんですか。バーカ、俺はすぐ帰ったよ冗談でしょ。あ、チャンピオンカーニバル、ベルトは誰にも渡さねえぜ。よっしゃ、鴨川ジムにベルト2本かけるぞ。うん、帯びにこれをやろう。え、今週号のプライデーじゃねえか。おお、このアイドル脱いだのか。立てと叫ぶじゃないわ。アイアムチャンピオン、スキャンダルなんて有名な証拠よ。笑えよ俺はどうせスケベ大王さ。あ、そういえば青木さんはどうしてるんですかね。うまい、青木くんか。悪趣味ですよ。何やってんだ、貸せ。おう青木か、俺様だ。あ、止まったって。青木さんの部屋に。ということはまさか。さて練習始めますか。よし、そこまでだ。いや、まだダメだ。少し走ってくる。だが今の幕の内は違う。そう簡単に倒れやしねえ。そう、幕の内を初めて見たのは仙道との全日本新人王戦だった。共に無敗の東西の新人王の対戦。噂に聞いたハードパンチャー同士の戦いはスマッシュを決め手に攻める仙道、一瞬も目が離せない展開。聞いてない。試合は一体何が起こったのでしょうか。試合の結果は幕の内の勝利に終わった。どうやら仙道は意識を失ってる模様です。もちろんあの頃の幕の内はまだまだ不安定な要素も多く、そして1ヶ月ほど経った頃だったか。おっと、右手はダメなんだっけな。おう、おっさん、ん、あんたさっきこいつのこと可愛いとか言ってたな。順調に上がってくりゃやり合う可能性もあるな。右拳治ったら俺のジム遊びに来いよ。調整もあったが幕の内自身への興味。早い一瞬でも動きを見逃しちゃダメだ。押さえた、痛手返せ。手を出さなきゃ。予想していた通り金出た印象を感じた。フォークスクリューブローを使ってのハートブレイクショット。幕の内は立ってきた。なんてすごい人なんだ。ゴング鳴ったぜ。ありがとうございました。幕の内一歩、日本フェザー級10位。10位か。来た、右のカードがガラキ。分かった。沖田の狙いは幕の内の力の差はわずかだった。その姿勢が、気持ちの差が勝敗を分けたのだ。鈴木前に出た。いいの、意地。どうした鈴木、動きが止まったぞ。すかさず来たんだ。チャンピオン2位の挑戦者を全く寄せつ強い。それでは勝利者インタビューです。タイトルは返上しない。まずはそれを片付ける。あのチャンピオン、これを勝ち抜いた者には、そう、この俺への挑戦権が。ずれたな。鋭いフットワークを武器に一発だけでもいるはずなんだ。ついに一発のパンチを佐伯に当てた。たった一発のパンチだが、そのパンチはバカだ、なぜ当たる。あと一つ勝てば。伊達さん、見ててくれたんですか。まったく、とんでもねえ試合やりやがって。ありがとうございます。これ始まるぜ。アマチュアで400戦無敗のエリート中のエリートボクサーだ。今のがジャブ。よーっと、ボールが打たれた。すごいプレッシャーのかけ方だ。幕の内は諦めなかった。打ち合いだ。来た、マーチン、気取った。小僧、拳を固めろ。スタミナをなくし足の止まったボール。そしてこのラッシュは幕の内の必勝パターンだ。幕の内、とうとう試合をひっくり返しました。僕は強くなったよね。踏ん張るための
つまり倒れないためのスタンスです。息が苦しい。これが僕に残された最後の力だ。電光石火のコンビネーションが見る影もなく、ガゼルパンチ。ダウンだ。ボールの片膝をついたまま動かない。立った。終わりにしたくない。ペーン。やった。勝ったのは幕の内だった。だってスパーやるぞ。付き合ってくれ。